お久しい。お前。大人になったね。ああ、お前もな。ところでなんで外にいるの？もう終わっちゃった？いいや、どいつもこいつものろけ話や自慢話を幸せそうにしてやがってな。聞いてらんないっつーの。へえ、私生活に何かご不満でも？あ、性生活か。お前な。ねえ、どっか行ってゆっくり話さない？みんなに会わないのか？ちょっとあんたの顔見に来ただけだしね。外にいてくれてちょうどよかったわ。おい。この店、あの頃以来だな。あの頃か。やっぱ忘れられないもんなんだ、そういうの。そりゃあな。でさ、少女と童貞は恥ずかしいってみんなが言うんだよな。そんなの別に気にしなくてよくない？ドライだな、童貞のくせに。うっせえ、お前だって少女だろうが。あれ、経験もないくせになんで私が少女だってわかるの？幼馴染だから？それとも私のことをずっと狙ってたとか？ガキの頃から知ってるお前とセックスなんて考えられねえよ。あんたさ、普段からチラチラ私の胸見てるの知ってんだからね。まあお前顔はそんなでもないけど体はマジでエロいからな。最低。あのさ、経験すれば自信が出てきて余裕も生まれるしさ、それが魅力的に見えてくるってのも実際のところあると思うんだよね。今んとこお互い決まった相手もいないし、将来のためにそういう練習しておくのもありじゃない？何が言いたいんだ？鈍いな、童貞くんは。だからさ、少女でエロい体の幼馴染が童貞捨てさせてあげるって言ってるの。私たちもしよっか、セックス。あたしらさ、すごいことしちゃったね。ああ。どうした？やっぱり痛かったのか？思ったよりも気持ちよかったけどさ、全く痛くなかったわけじゃないしね。そのせいで思う存分堪能できなかったのが、ちょっと悔しいなって。まあ、なんだ。何回もやってれば、そのうちになれるんじゃないか。そうだね。練習は数をこなしてなんぼだし。あの夏、恋人同士でもなく、かといって、セフレというほどドライでもない、幼馴染との、みだらで、不思議な関係が始まった。どうしたの？ぼーっと私の顔見て。そんなにあの頃が忘れられないの？ホテル、行く？そう、その関係は忘れられないほど激しくなっていった。